と腰の具合、はいはい、はい、とても順調に回復してる気がしてます。それはさ、でもさ、まださ、退院してからさ、別にさ、診察とかさ、はいはい、リモートで一回しました。そうそう、目と向かってやったわけじゃないじゃん。はい、まあ、だから順調っていうのはもう個人の意見で、個人の意見、まあまあまあ自分の体が一番よくわかる。まあまあそうだ。で、家の中でさ、さっきの送付、コルセット外して生活してれば、まあまあまあ無理をしなければ。でも本当はつけてなきゃいけないんじゃない？わかんない。だって外していいって言われてないんだからさ。とりあえず外出るときは必ずつけるようにしてるんですけど、うん、まあ、10月末にもう一回病院に行ってレントゲン取って、うん、どんなもんか見ると、うん、それが OK だ、まあまあ調子よければそろそろいいよって、はい、外してもいいよって言われるかもしれない、うん、はい、ですかね。あ、マム、あかりのね、あとイヤイヤ期ね。イヤイヤ期がね、大変なんです。何でもイヤって、とりあえずイヤっていうの、ね、そうそう、牛乳飲む、イヤーっつって走ってきて受け取るみたいな、はい、飲むんかいっていう返事が嫌なのね、もうね。そうそう、まあ、このまま何事もなく過ぎ去ってくれることを祈るばかりですね。ね、どのくらいの期間で終わるんだろうね。ね、どれくらい、なんか経験者この答えを教えてください。イヤイヤ期の終わる、いやでも人によるでしょう。まあそうでしょうね。なんかうちはこうだったよとかいうのをね、教えてもらえたら。1年とかかかんのかな。1年もすんのこれ。いやわかんないけど、しんどいよね。しんど、あ、え、あ、いやいや、あ、これ何年ですんのみんなと。そう、出産の時のさ、ごめん、もう話戻るんだけど、はいはい、体重が69だったのね、はいはい、で、そっから今何日だ、14日に生まれて、ママ2週間ぐらい、2週間で今体重が63。おー、すごい。そう、そんな減るんだね。前もっと緩やかに減ったなと思うんだけど、で今結構さ、ほらチートウィークあったじゃん。チートウィークあったね。何食べてもいい1週間。退院してからの1週間もチョコ食べまくってさ、食べまくってたね。でも全然太らないのね、母乳あげてたら。まあそっか、そうそう、血抜かれてるからね。そうなのよ、うん、でもだからもうこの調子でどんどん体重を落とそうと思って。へえ、へえって何言ってたじゃん、産む前から。そうだけど、そこまでやる、そう、目標はでも55ぐらいかなと。55とかあんまり行かなかったからさ、今まで筋肉減ってからも、はいはい、俺がね、今そんな太ってないんですね、なんかね、まあまあ筋肉は間違いなく落ち、うん、そう、すごい落ちた。脂肪は増えたと思うんですけど、そんな体重的にも増加は見られず。あ、だから同じぐらいじゃないの。今ちょうど同じぐらいですね。やだ。今ちょうど、でもね、うちのよく見てくれるのは上野さんなんですけど、うん、上野由紀選手がにも褒められるんですよ。よくキープしてますねと、うん、まあ、筋肉は落ちたけど頑張ってますね。まあみんなに褒めてもらえるように頑張ってキープはしようかなと。ベースだから、ベースで、あ、で、多分その10月末の病院が終わって、装具外していいよって言われたら、ちょっとずつトレーニングも再開していいという。ダメダメ、またベースしちゃうか、お話なので、うん、そっからまたちょっとずつ、まあ本当にリハビリ程度にトレーニングを続けていきたいなと思っている所存でございます、うん、だから私もちょっとなんか、まあまださ2週間だからさ、うん、そんな全然バリバリ動こうとは思わないけど、うん、ね、できれば年内に、え、減りすぎなのかな、わかんないな。どうなのね、60切りたい。まあ60は切るよ、はいはい、そのあっという間に切るよ。そんなもん。本当に、本当だよ。だって普通に60なんかいかないもん。まあ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 、そうだけど、普通に生活してたら。私そうだけど、うん、あ、おーだ、うん、おーだ、はい、まあだからちょっと写真撮ってさ、あ、ね、毎日写真とか撮ろうかな。いいですね、経過を。それで、そうそうそう、なんかポポポポポンっていうやつやろうかな。はい、だ、め
マコがやってもらう。はい、はい、私はちょっとずつ元に戻っていく様を。そうそうそう。できたらいいな。お腹、腹筋はどうなんですか？腹筋は、それはなくなりましたよ。でも意外とね、出てんのね。まだ、今頑張ってますけど、うん、まあまあ、そうっすね。とりあえず、本当気持ち、食事は気をつけてる感じですかね。あ、そうなの？太りすぎないように。もうなんか年取ってね、すぐ脂肪がついちゃうんで、なるべく気をつけて。それな、はい、脂肪がつかないように。今度は久しぶりにリングにも上がるんで。あ、リング傘ね。リング穴ね。リング傘運動。10月、はいっと、へそほじくりやがった。そう、へそ痛いんだよ、わかるの、へそこう。だっけ、10月、何したっけ。知らないよ。痛い痛い。日曜日？日曜日、24とか？そこら辺じゃない？違う？すいません。10月23です。23か、土曜日。土曜日じゃねえか。10月23の土曜日ですね。痛い痛い痛いよ。私の地元静岡県富士市は富士山メッセ大会がね、 DD ってあるんですけど、せっかくだからリンゴアナやろうぜって話になって。痛いよ、あかり、やめて。リンゴアナをやるって話になったら、うん、メコが大喜びでね、うん、大喜びってか、だってさ、もう多分ただでさ、今のさ、喋りもほとんど聞こえてないのにさ、スーリングアナウンサーとかさ、あれで世界一声質の悪いリングアナウンサーで。もっといるかもしれないよ。意外とでもリング上からの声は聞き取りやすいで有名ですよ。いや、マイクの設定悪いんじゃないかって言われちゃうよ、ガサガサすぎてさ。いいマイク持ってセットも。違う違う、ちゃんとしたマイクでやってもガサガサってなって、それがノイズだと捉えられる。大丈夫だと思うんだよね。ちょっと今やってみてよ、じゃあ。明かりで、赤コーナー。赤コーナー、明かり何キロかな。 10キロだった。25パウンド俺か。なんでそんなの分かんの、すぐ。大体倍ぐらいです。 倍ちょっと。へえ。あ、結構な。25パウンド。おいしい、明るい。しゃくれてるよ、あかり。パパがしゃくれちゃうから。あかりもしゃくれてる。パパがしゃくれ。大きい声でしゃくれちゃうね。なんで。なんか気合を入れるとしゃくれちゃう。ありがとう。怪我してると思って貼ってくれたのね。いやー。ありがとう。優しい。そ、よしよしして。ありがとう。ここちょっとシャってなってっかね、ママ ね。かさぶたできちゃったから。ありがとう、優しいね。青をね、ミルクとかおっぱいとかあげてる時も、うん、優しいんですよね。あかりさん優しいんです。すごい優しいらしいんですよ。あ、ミルクあげてたら一緒に手添えてあげてくれるし、うん、あの、まあ、まず座った時に授乳クッションを、うん、はいどうちょっつって優しいサポートすごい。そうそう、ありがとうっつって、で一緒にミルクあげて背中トントンしてたら、あかりも一緒にトントン。優しい。でゲフってしたら、うん、タオル取って口拭いてくれる。優しい。ただすごい、ね、そのタオルはその前にあかりが持って壁とか拭いてくれる。綺麗なやつではないけど、そうそう、すごいね、優しい。疲れたな。こうやって抱っこしようとすんのね、ね、のことね。そうそう、ちゃんとね。で今時のさ、あの赤ちゃんのゲップのさせ方ってさ、座らせてこう、赤いちょっといい、うん、こうやって横向きで座らせて足伸ばして横横本当は横向きね。で顎こう支えてこう背中トントントンって。最初こうじゃないんですよ。そうそうそう、本当はこう横向きね、こういう感じでさせるんですけど、でそれだとさ、もう青が立体的になってるから、もうそこに明かりギューッとして、抱っこできる、チュッてチューしちゃうのね。チューしちゃうね。ね、かわいい。青好き、明かり、チュポン、ベチュポン、はい、チュポン、戻したチュポン、はい、いやいや、ほら、いやいや出た、いやいや、出た、いやいや、き
ね、うん、あとなんだっけ、何を言おうと思ってたんだっけ。もうでも20分過ぎてるんじゃない、ね、はい、あとまあ、宣伝なんですけど、よろしいでしょうか。10月からですね、うん、我々のレッスルユニバースがリニューアルすることになったんですよ。お、何がどうリニューアル、よくわかんないんですよ。もうわかんないの、わかんないですけど、うん、とりあえず今までの会員さんの人は、うん、はい、また新しいレッスルユニバースに移行しなきゃいけない、うん、もう続けてはできないんですよ。へー、そうで、10月末で終わっちゃうんですけど、10月1日からレッスルユニバースが新しくなるんで、うん、今のレッスルユニバースは10月の末ぐらいかな、27だから、うん、末ぐらいまで。でもう10月1日から新しいユニバース始まるんですよ、うん、で入会していただくとなんと、うん、一応今まで900円だったんですよ、うん、毎月のあれは、うん、今年いっぱい10、11、12無料です。無料です。分かった分かった分かった。3ヶ月無料、はい、無料で DDT 東京女子プロレス、ガンプロ、ノア、プロレスのノア見放題。すごいじゃん。過去のレッスンユニバースの動画も見放題です。それ何が新しくなるの、分かんない。なんか多分多分サイト自体も全く新しくなる、うんうんうん、見やすくなる。あ、そこそこ、はい、動画もでもね、どんどん新作出てくるんでしょ。新作っていうか、まあ、前の過去の動画もだし、出てくるんじゃない、新しいのもだし、はいはい、っていうね、タグみたいのもあって、その選手ごとに、うん、はいはい、で大和田美咲も結構あるんですよね、3、4動画。じゃあヤローズとかも、ヤローズももちろんヤローズの一番最初のやつで、そうそうそう、恥ずかしいとマッチでしょ。そうそう、マイクで恥ずかしいって言ったら負けの試合だね。もうありますし、よくあんなやったよね。だってあれコスチュームからしてさ、波女になった年じゃないの。よくそんな試合を、オファーを OK したね。本当だよ。そうね、いやなんでちょっとそれは今の言った試合はね、気になる方は見てみてください、ね。あれ、俺も出てたんだよね。俺なかったっけ。あ、そう、でも出てたけど試合は全然違うよ。そう、もちろん、もちろん、もちろん。どっかで試合してから来たんじゃないっけ。で、メインでなんか遅れて来てた気がする。で、俺あれか、イケメン軍的なやつか。知らない。そうそう、多分大体ボーイズを潰そうとするイケメン軍として。え、だってヤローズだよ。あ、ヤローズを潰そうとする、そう、イケメン軍として賛成してたんでね、ヤローズは。よくね、自分で言えるな。そういう名前があったから、この場所で。俺、イケメン軍か。イケメン軍って、イケメン軍として。白髪染めのおさがね。白髪染めしてるんで。今はもう、めっきり白髪染めしてるんで。本当だよ。はい、そういうわけで、はいはい、ユニバースのね。それさ、新規会員登録の人も3ヶ月無料なの、はい、もちろんでございます。あ、移行する人だけじゃなくか。移行する人もなく、もう新しく入ってくれた人。あ、すごい。全員。それはいいね。全員3ヶ月無料。それさ、じゃあさ、12月いっぱいでさ、解約したらさ、はい、お金かかんない。かかんない。ああ、いいね。かかんない。普通1ヶ月無料ってさ、はい、2ヶ月目が無料だったりするじゃん。そういうんじゃないんだ。違う違う違う。今年失敗は。わあ、入らなきゃ。で、おお。素晴らしい。で、我々の DDT の、ね、年末の恒例行事、うん、DO グランプリという、ね、あ、はいはい、リーグ戦も、うん、見放題でございます。全て入らない、はい、入らなきゃでございます。で、来年の3月には我々もタッグを組んだ両国国技館大会もね、うん、はい、あるんだ。あるんですよ、 DDT プロレス。そっかそっか、はい、来年は DDT の25周年イヤーとしてですね。なんかいろいろ、なんか昨日後楽園で、なんか25周年を祝う、うん、なんか現在、過去、現在、未来をたどる、うん、なんか時空を超えたツアーみたいな、うん、なんか YouTube で今流れてるらしいんですよ。なんかすごいね、壮大な。そう、過去として男色 D の、うん、
過去って言っちゃったんだけど、竹下幸、現在の竹下幸之助、未来の L ユニコーンの3人と竹下さんがなんか車でなんかいろんなとこ行って、なんか過去現在未来をたどるみたいな。でそこでなんか 来年の3月の両国国技館大会をね発表したりですね、はい、だから25周年イヤーなんでいろいろDDT 攻めていくと思いますので、ね、楽しみですね、はい、その来年中には私も復帰したいなと。そうね25周年イヤー、そして私の20周年にね。ああそう、20周年、おじさん20周年か。20周年イヤーなので、そっか、はい、いろいろね、こんな欠場してる場合ではね、なるはやで復帰したいと思います、うん、はい、ありがとうございます。はい、はい、宣伝はこの、すごい、まあ、すごいね、カーブしたね。じゃあ25周年イヤーでデビューしちゃう、はい、しちゃうか。3歳だしな、3歳になるしな、ね、まあ、ギリギリ、まあまあ、ギリギリ12月デビューだったら3歳、うん、3月、3歳なんで、はい、あかり、プロレスデビューする？あ、いやじゃないんだ、うん、するんだ。しよっか。しよう。じゃあ頑張ってさ、練習しようね、うん、で練習の様子もさ、YouTube で撮ってさ、うん、アップしようね、うん、うん、どうしよう、どうしよう、行こうね、パパとどうしよう、行こうね。なーい嫌だって、パパとは嫌だって。ママとどうしよう、行く、行く、あかり、終わりよ、おいで、バイバイしよう、バイバイしよう、バイバイ、うん、はい、バイバイしよう、はい、はい、というわけでダラダと話してしまいましたが、はい、いつものごとく、うん、はい、そんな感じです、そんな感じですはいなんだっけ、何、あ、はい、いつものやつ、ね、いつものやつ、動画が面白かったとか、はい、痛い痛いあかりが可愛かったなっていう人は、はい、チャンネル登録、高評価、そしてコメントをしていただけると嬉しいです、はい、嬉しいです、はい、高橋さん終わりよ、はい、うん、はい、じゃあ高橋さん、はい、はい、以上、みこまこチャンネルでした。バイバーイ、バイバーイ、ありがとうございました。あかり、投げキスして、ありがとう、はい、指取りなよ、もう一回、もう一回、もう一回、チポンチポン、はい、はい、ありがとう、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。あかり、タッチ以上、バックハンドブロー、はい、バックハンドブロー、バックハンドブロー、いや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 、あかり、いや、いや、いや、はい、ありがとう、ダメよ、はいよ。